貴重な歴史遺産の数々を守り、保存し、次世代につなげていこうという取り組み、そして、忘却の日本史を皆さんに知っていただきたいという趣旨のもと、この番組はスタートしました。毎回その道に詳しいゲストをお迎えし、歴史が好きな方から、私のように歴史に詳しくない人までが楽しめる内容にてお送りする1時間番組です。 どうぞ、最後までお付き合いください。さあ、まずは、メンバー紹介なんですが、えー、私、メインパーソナリティのキラ・マキコと、忘却の日本史の舞秀和編集長、そして、軍事史研究家の長男・正義先生の3名でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> じゃあ、今日トークテーマは、どんな風にしていきますか、はい、えっ、ー、とですね、うん、え最近ですね、はい、あの、戦国時代がですね、はい、かなりあの、 研究が進展してですね、面白い話がいろいろあるんですね。昔とこう違うようなですね、あの話がいろいろあるんでですね、そのことについてちょっと話したいなと思ってます。はい。ありがとうございます。もうマンツーマンで聞けるわけですね今日は。いろいろこう聞いていただければですね、あの大丈夫だと思います。じゃ今日はえっとちょっともう一回教えてもらってですトークテーマズバリですね。あのここまで進んだ戦国時代研究と題してですね。はい。 今日やりたいと思います。戦国時代研究。はい。時代研究ってことですね。はい。ちなみに、長男先生がこの戦国時代に興味を持たれたのっていうのは、今から遡るとどのぐらいええとですね、私ですね、今、今でこそですね、近代のなんか戦争史なんてやってますけど、実はですね、あの、やっぱり最初、関心持ったのは戦国時代。結構、ここから入る方多いですね。でね、私がね、小学校5年生あたりの時にですね、 まあの今の学研からその雑誌は出てるんですけど「はい、力士訓造」っていうんですあの雑誌がですね、はい、ものすごい流行ってうん、うん、出始め当初だった頃でしてね。はいあの それを読んでですね、はい、あの、最初、上杉謙信の号を買ったのか、<ー>それがですね、はい、なかなかいい雑誌で、うんうん、あの、ま、あ専門家をこう集めて、ま、あ普通の一般向けの雑誌なんだけど、うん、あの、専門家にこう書かして分かりやすくね、それだけじゃなくて、あの、冒頭のところにカラーページがあってですね、はい、そこにお城のイラストとかですね、うんあの、なんとかな、戦いの場面をこう書いたようなイラストをですね、うんうん、あの、 書いてあって、最初はやっぱりあの文章のその本文の方じゃなくて、そこを読んであの関心を持つようになったと。でも人生変えましたね。そうですね。ね、なんか外国の人がなんか私の脇にですね、なんか平然とした顔でですね、こう入ってきたわけなんですよ。お待ちしてました。発信しました。息を整えたぐらいであのぜひ入ってきてください。 そしてそのね一つの雑誌が人生を変えた、はい、ということですよね。やっぱですね、戦国時代、人気があって、ですね、うんあのー、この冒却の日本史の方でもですね、はい、結局、あのー、一番特集として取り上げてるのは、やっぱり戦国時代ですよね、なんて言うんですかね、ここだけ好きっていう方も結構多いですよね。 そうですね。戦国時代からその歴史が好きになるって方結構多いですよね。そうですよね。ゲームの影響とか漫画あそうですね。紅沢の野望っていうあのゲームがあって、あれ今、どのくらいまで ?10 段くらいまで1段か11段か出ますね。結構で、私もね、確かにやったんで昔よ、くやりましたあそうですか。へぇー。それで、武将の名前覚えたみたいな。そう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 。ああ、あれはね、非常に勉強になるんだよ。そうなんですか。 そう。初めてやったのは小学校の5年生とか6年生ですね。最初はパソコンゲームから。そうそうそう。それから派生して、あの、ま、今はファミコンなくなっちゃったけど、ファミコンっていうね、あの、昔ゲームがありましてですね。ファミリーコンピューターです。はいはいはい。それひなっファミコンパーファミコンとかですね。 最初はね、あの、全国版って言ってですね、あの、全く武将が出てこない、あの、大名しか出てこないっていうような、あれだったんで、40何人ぐらいしか武将がいないってことなんですつまりはね。あの、でもですね、その、次のバージョンの戦国軍友殿か軍友殿かがものすごい武将が2何十人、こう、出てくるようになって、そこから面白くなったんですよね、野村がね、僕もね。 そですね今、いろいろこう知って、ですね戦国時代に感心を持ったって話なんですけども、それでですね、でも最近ですものすごいですね戦国時代のそのイメージっていうのは、昔と今と全然違うんですよね。えのー。木田さん、織田信長とか、もちろんあれですよね、ご存知だと思うんですけど、織田信長っていったら有名な戦いって何思いっしいますえー、ちょっとそれ聞きますまあ桶狭間とか、中篠の戦いとか、まあいろいろあるんですけども。 あのー、例えばですね、桶狭間の戦いもですね、うん、あの、私は子供の頃なんかは、こう、信長が奇襲して勝ったとかですね、うん、いう話が、メイン今川義元と、今川義元と、桶狭間の戦いとねうん、うん、いうのは、今川義元と織田信長の,村がの合戦だったんですけども、うんうん、それがですね、結局ですね、あのー、昔は、その、奇襲で勝ったって話だったんですけど、うんうん、今、奇襲じゃないんじゃないかっていうことが、こう、 言われてるんですか。もうほぼ通説ですよね。うん、そんな感じでですね。うん、あのー、まあだいぶ今変わってるんですよね。<ー>で私の子供の頃にですね。はい、あのちょうど武功やはって仕様が発見された頃でしてね。結局ですねどういうことかっていうとあの秀吉の家臣に前の長安っていう人がいたんですよね。うんうん、その前の家のあのその当主っていうのはあの戦国時代の、ねうん、長安の頃は 秀継事件っていうのがあって、はい、あの秀吉のですね後釜の関白になった豊臣秀次ていうのがいたんですけども、うん、あのね秀吉の命でこう腹を切らされるんですよね、はいはい、切腹させられるんですよ、うん、まあこれ、原因は一諸説あるんですけれども、うん、それで切腹させられたときに、あの秀次にこうついてる家臣だったんで、うんうん、同様に切腹命じられたんですよね。うんうん、で、あのそれで、まあ、大名家としてはこう続かなかったんだけど。 前ののっていうのがでも、子孫がずっと続いててですね、はい、あの戦後になって、戦後ってあの太平洋戦争の後ですね、はい、後になってですね、伊勢湾台風っていう、すごいあの大きな台風があったんですよ。うんうん、今と違ってですね、戦後すぐの頃って、そんなあのダムとかもそんななかったんで、うん、でも台風になるとこう大水が発生したりとかしてね、もうひどいような状態になるんですよ。<laughs> それでですね、伊勢湾台風のにあに、あのその前の家の蔵が崩れたんですよ。はい、それれで蔵を崩れた時に なんと文章がこう出てきて、それに武功やわがあって、ですねその武功やを使って、ですねちょうど角戸陽っていう有名な作家が、はいあのー、日経新聞だったかな、日経新聞に、「ですね、うん、下天は夢か」夢かっていう、ね、信長の小説をこう連載してたんですよ。はい、まあそれもあの私があの歴史に興味持った一つなんですけども、「その下天は夢か」ってものすごいあの面白い小説で、うん、というのはその武功やわをもとにこう書いてるんですけども、その武功やの中うんうん、うん 信長があの吉野っていう,こう愛人のもとにこう通ったとかですね、そういう話がこう出てくるんですよ。それであの、うん、桶狭間についても、うん、なんかですね、その地元のだからこど号っていうか、あの黒人領主っていうのは概念があるんですけど、うん、その黒人領主のあの人なんかをこう使って、ですね情報収集をやって、うん、桶狭間の時にのえっ、ー、と吉本の本人をこうどこにあるかっていうのを探知したとかいう話で。あの その妻というのあの小説が出た頃は、信長が情報戦で勝ったんじゃないかという説も出てくるぐらいあの影響力を持ったんですけど<ー>、さすが、ね、に、で、うん、のその武功やわっていうのが、うん、あのどうもですね、あのー、資料的にです、ね、どうも戦国時代に書かれたような。 ことばっかりが出てくるわけじゃないんですよ。何なんか知らないけど、うんうん、あの、そのと明治時代になって、うん、新たにその時に発見されたような信長の時代の事実なんかここ出てくるんですよ。はい、だからこの時代怪しいんじゃないかって言ってですね。<笑><笑>う,んうん。あの、すごい、武功屋はあの、まあ、あ 偽物の書物って書いて、偽書か、本当にあの戦国時代とか、その当時、当時いわゆる当時ですよね。1500年代末から1600年代初期にかけて書かれたか否かっていうのはものすごい論争にあったんですで、結局どうなったかって、どうなったいましたお前たちどうだったと思います、木田さん。結論。まあ、2つしかないんですけど、本物だったか偽物だったかって話なんですけど。 うん、偽物説がこう出てきて、うん、いや、その当時、わからないような事実が、なんでこんな明治時代に分かったような事実がそんなで書いてるんだみたいな本なんだけど、うん、やっぱ本当だったんじゃないですか、本物だったんです,違いすかそ,うそうなんですよ、だから最近になってですね、久喜先生って言って、ですねあの名古屋の方の大学教授がですね、うん こう入って調査したら、はい、どうもですね、必ずしも全部が全部嘘だとは言い切れないって感じで、うん、だから、あのーまあ、いわゆる軍記者っていうのがあるんですけども、あ、うん、あのー、まあ、どういうことかっていう一時資料ってあるんですよ、書簡とか日記なんですけども、はい、あのつまり、あのー、こう現場で近い、何かがあったら、翌日に書くとかさ、あの数日後に書くとかみたいな感じで。うんうん、あの あまり時代が離れてない事件からね事件が起きたときから、時代が離れてない時代にこう書かれたの一時資料って言って、うんうんで、二次資料っていうのは、その日記とか書簡をもとにこう書くとかさ、あ,あと、回想録みたいに、なんか4、うん、50年後にこう書くとかさ、それが二次資料って言うんですけども、はい、あの一時資料じゃないけど、二次資料なんじゃないかっていうようなことが最近言われて、ですね 1> もう一回、ああのまあ武功やはでも、うん、あの使えるとか、使い直した方がいいんじゃないかっていうような意見が出てきてるところまで、最近、現状が進ん うんうん、同じのは、ですね話は似たような話、紅葉軍艦というですね、はい、武田家の、あのーまあ、軍学書があるんですよね、江戸時代にですね徳川家康が軍政改革を戦国時代にするんですよ、うんうん、それのきっかけになったのが、ちょうど家康がですねそれまではあの武,武田家がこう滅ぶまでというのは、うんえー、三河とですね東,東に今のだから愛知県。うん はい、辺りをこうめてる浜松とかですね岡崎とか、あそこら辺をこう領主、うん、として治めていた大名だったので武田家がこう滅んだ後に、はい、あとに駿河とかですね、うん、そういうところまでこう領地を広げていくんですよね、うん、あの旧武田領のその関係でですね武田家のこう家臣を雇うんですよ、はい、太陽に。で、すねその後にまたですねあの秀吉が今度台頭してくると、あのーまあ、小牧・長久手の戦いとか家康と、うん 秀吉がやるんですけどもその時にですね石川数正っていうですね有名な簡単に言っちゃうと家老クラスすごいだから偉い人がですね秀吉に寝返っちゃうんですよ家康のところから家臣がですね結局まあ昔はですねそれもなぜ寝返ったかっていう諸説あってよく分かってなかったんだけど最近になってですね戦国大名っていうのは 今の外交のやり方と同じでどこの国は今だと例えば英国を担当するにはこの大使がやるとかあるじゃないそれと似たように大名家の中で例えばですね秀吉と交渉するのは誰とか織田信長と交渉するのは誰とか取り次ぎっていうんですよそれを外交の担当者のことそれにやらせてたんですよ。秀吉と家康の 取次、まあ外交担当官というのは勝間さんだったんですね。はい、でたまたまですね、あのイエのこう外交方針が変わるようなうん、うん、あのことがあって、はい、それでですね、あの面目を潰されて寝返ったっ言われてるんですよね。その外交担当者の取り次が外交方針大名直ね変わったことで、はい、あの面目を潰されてあのなんとかなかこう裏切ったりとかですね、うん、あの出奔しちゃうっていうのは結構当時あったケースなんですよ。<ー>それが最近。 よくわかるようになってきて、ですね例えば、はい、あの石川数正以外にも、明智光秀っていうのは謀反を起こしたって、本能寺のね、はい、あれも最近はやっぱり織田信長の、まあえー、と外交政策が変わったと、はい、あの四国政策って言ってです、ね、長祖、うん、壁元近,の近くの近くにいたんですけれども、あの最近なんか武将キャラクターとして人気あるんでしょう、みたいで、ね、なんかゲームの影響みたいなね、そ,そで、その関係で,です、ね、長祖壁家に対する織田信長の外交のやり方がです、ね、政策がこう変わって、うんうん、その長祖壁と 外交のの取り継ぎ役だだっったたが光秀だったんですよんで面目を潰されて光秀がこう反乱を起こしたんじゃないかというところまでいってるっていう話なんですよね。まあ、ちょっと花火師が横道にそれましたけども東洋軍艦の話に戻すとそんな感じで,ですねあのー、まあ武田家のこう有名な人を集めてたとそれで石川数正がこう寝返ったところまでこう話が行きましたけども数正、うん、がこう寝返った後にですねどういうことが起きるかというとそれ稼働とか偉い。 うんうん、人が願いってわけだから、はい、あの自分のところの軍事機密をこう知ってるわけですようん、うん、どういうような編成でどういうような戦い方をするとかだから変えなくちゃいけないわけですよあそ,っかそこであ、まあ、武田家の家臣たくさんいるんで、うん、武田家のやり方編成法とか戦い方に模う、うん、したようなあの軍隊の編成のやり方に変えたんですよ徳川家がね。 戦い方っていうのはものすごい参考になるっていう話になって<ー>あの徳川系のだから大名っていうのは江戸時代になっても軍学ってつまりだから、うん、あの戦い方に対する学問ですね戦争学みたいな話なんですけどもそれは甲州流って言って武田家の関係の,あの兵法を採用してその甲州流の軍学の適トが甲用軍艦なんですよ。うんうん、で紅葉軍艦っっていうのもあのずーっとだから 幕府があった頃、うん、江戸時代はそれだけあのね、はいうん、公衆流採用する藩が多かったから、うん、あのものすごいですね結局影響力持ったんですよね。で武田信玄の有名なエピソードとかですね、はい、強力とい人の信玄の跡を継ぐんですけども、うん、その人に関する 有名なエピソードっていうのは大体それに出てくるわけなんだけど、それはだから本物だっていうふうにずっと信じられてたんです。で、明治維新になってからですね、今度、西洋の学問のやり方が入ってくると、そうすると、東京大学か、今の東京大学の文学部私学科に相当する、今でいうとね、当時また学科の名前違いましたけども、その歴史教授ですよ、東京大学ののそ人なんかかががですねドイツと当時あの。 まあ実証的な学問、実証的な歴史、はい、歴史を科学としてこう見ようっていうような学問のやり方の先進国だったんで、うん、ドイツのそのやり方をですね日本にこう持ち込んで、実証的にこう見ると、公用軍艦は偽書だっていうようなことをこう論文にまとめたんですよ。うん、で、理由がいくつかあって、あのまあ、合理的じゃない解釈がいろいろ出てくると、うん、だからこれは偽物だって、だから時代,、えー、と時代じゃないね、えー、と歴史の,その書くときに、 それをだから資料に書いてあの歴史をこう書くっていうのは、うん、あの学者はそういうことはやってはいけないみたいな感じのですねイメージがずっとできてですね戦後長い間ずっとつい最近までですよそういうような感じで紅葉軍艦って、まあ、単なる軍基物だから、うん、まあ今でいうなんていうかなスパイ小説とか軍事小説みたいな感じで、うん、あの読むような感じだったんだけど最近になってですね、うん あの国語学者がですね、紅用、はい、文化を研究した歴史学者じゃないんですよ。うん、そこがミソなんだけど、国語学者が、はいあの、国語学者ってどういうことをやるかっていうとですね、あのまあ、日本語もですね、話し方とかが全然違うわけですよ。木田さん、あのこう話す仕事をやってるからお分かりでしょうけども、はい、あの昭和すぐの頃、昭和すぐの頃ってあの戦争終わった頃の、うん 後のこの NHK この,この,なんかのこうアナウンサーのこうしゃべりをこう聞いてると全然今と違うでしょう <laughs>、はい、話の方が違うじゃないですかんそんな感じですねあの戦後のわずかのだ <laughs> あの間でもこう変わるぐらい変わる話なんですけどもで戦国時代どういう話をこう方がされてたかっていうのをこう分析してそれをもとにこう紅葉文化を見るとどうもその江戸時代 初期から、はい、初期、もしくはだから戦国時代末期からこの江戸時代初期ぐらいまでのこう話し方の特徴がそうに出ていると。うんうん、へーそもそも紅葉軍艦っていうのはどういう本かっていうと、はい、まあ、なんでそういう話し方になるかっていうと、ですねうん、うん、あの当時、香坂男女っていう、はい、あの武将がいたんですよね。最近なんか 言わないんだよね。高坂、カスがだと男ってあのカスカスカスがとらつなっていうのかはいはいはい。昔あの高坂男女とか言ったんですけど。まさかげまさかげん？まさかげ違うかったか。高坂政信です。政信でって言ったんだけど、どうぞその政信っていうのはあの当時言われてない名前だったんで、その後だから変わったんですけど、似たようなケースいろいろあるんですよ。あのナイトマサトユっていうのも、はい。マサトユって最近言わなくなったりとかですね。あと秋。 秋山信友が信重っていうようにうん、うん、なったりとかですねいろいろだから文書をこう調べてみると崩、あのーまあ、しで書いてあるからうん、うん、それ読み間違えたのがそのままこう定着しちゃったりとかしてあ<ー>、あのー、最近になってだから文章もう一回見るとあどうも違うなっていういろいろ名前変わってるんだけどそれ<ー>そのまあ 話もそう春日さんですよね。春日さんがですね、あの小畑っていう人にこう書き取らせたらしい竹武田家の歴史を。それが紅葉文化なんですよ。だから、あのしゃべり言葉を見ると、いつ書えたか分かるって話なんだよさっき。の春日の息子じゃなかったですか息子もいる。春日本人とですね、その息子がいるんですけど、その二代にわ渡って書き継がれてるんですよ。その関係でですね、じゃあどうかっていうと、確かに、あの 当時の言葉が残ってると。うん、だから、あの、うん、一概に、これは、あの、議書として扱わることはできないと。うん、まあ確かにそうなんですよね。あの、全部が全部やっぱり、あのー、信じることはできないと。もちろん記憶違いとかがあるんで、うん、結構年号間違えてんだよ。うん、だから、あの、一概にすべてがすべて、こう、あのー、正しいとして、あの、うん それをもとに歴史書くわけにいかないけど、うん、一時使用って言われる、だから書簡とかですね、うん、当時の記録、古記録を、うん、あの使いながらですね、うん、それで、あの、ある程度信憑性を担保できる範囲でこう使おうっていうふうに変わってるんですよね、うん、最近というね。だからですね、あの、まあ、えー、紅葉軍艦の有名な話だと出てくるね、うんうん、あの、武田信玄がですね、はい、あの亡くなるときに、自分の死は3年間、あの、秘密にしなさいと。3年秘密にする。うん あの自民文の指導だからね、だからあの3年ひもって言われてるんです、喪服の,のもですね、三、うん、年ひもっていうそういう有名なエピソードがあって、それっていうのは、今まではだよ、<laughs> 今まではそうこういうか化怪しいと思われたから、うん、結局、まあ、3年もそんなさ、あの黙って隠し通せるわけないじゃん <laughs> みたいな、常識的に考えてみたいなね、3年もて、もし秘密に持すって言ってもだよ。<laughs> あの外交文書を出すわけだから、外交をするわけでしょ、足利将軍家とか北条とか上杉とかとやるときに、じゃあ、武田信玄の名前この武将をね <laughs> あのあれ、発することできないじゃないかって、勝家がこのね、後継いでるわけだから、<laughs> そんなんばの話あるかみたいなこと言われたんだけど、<laughs> 最近になってこう見てみると、実際3年紐のあれが出てたっていうんで、いろいろ。であの、どういうふうにやってたかっていうと、うんうん あのまあ、それもですね最近、まあ、いくつか脊通が出てきてですね、うん、あのいわゆるですね、えー、と当時の戦国武将って自分で手紙を書くわけじゃないんですよ、戦国武将のこう手紙のあるものがこうあるん、博物館に行ってあるじゃないですか、<ー>ほとんど、うん、例えば豊臣秀吉が書きましたとかさ家康が書きましたっていうような書簡が、うん、展示されてるけど。 あの、本文のところは、あの、一部例外はあるよ、もちろん。一部例外があるけど、大抵ね、あれですよ、あの、ひえー、と当時の優筆って言って全ですね、こう秘書官がいるんだけど、彼が書くんだよ、本文のところうん、うん、で、大名本人は何をやるかっていうと、例えば家康だったら家康ってこう自分の署名をして、顔、うん、っていうのがあるんですよ。あの、サインですよね。それをこう書くだけなんだよ。うんうん、だから何をやるかっていうと、うん、あの、当時の、あの、 紙がこうありますね、和紙で、こういうような、ちょっとよろしいですかね、これを借りてですね、はい、こういう、ちょっと画面を見てる人はわかると思うんですうん、うん、これ一枚紙があって、白紙なんですけども、その、文末のところにだけですね、うん、あの大名王の名前とですね、例えば信玄、うん、今話になってんで、うんえー、武田信玄の名前がこう入って、春のとかこう入って、うんうん、で、顔だけをこう入れてですね、うんうん、白紙のやつを使えばですよ、そういう残しておけば、あの、 あと、有出が書くわけだから。できるじゃないかっていう話になったんだよ、一時。それがだから3年紐っていうのが出てきてですね、これは、どうもなんか実際あったようだよって話になった時に、あ、多分そうやったんだろうなって説が出てきたのが最初なんだけど、あの、その後ですね、また最近、えっと、ついこの前に出た、あの、ま、丸島さんって言ってですね、去年あの、真田丸のあの、 大河ドラマやってましたけど、はいはい、その時代交渉をやった一人なんですけども、うん、彼が武田勝頼とお話して、どうん、もですね、それを読むと、また話がですね、うん、違ってきて、うんあのー、今言ったような、あの白紙に、ね、大名のこう、あのー、顔をしたようなやり方の書状だと、ですねどうもやっぱりこう行間挑戦するのは難しいんで、うん、あの不自然なところが出るんですよ、実際残ってるやつそうなんだけど、そういう書状が今まであの武田信玄に関する書状で発見されてないって言うんだよ。 へえ、じゃあどうやったか？うんうん、あのどうもですね。うん、あの、武田信玄の、うん、あの顔っていうのを見るとですね。どうもですね。結構こう。太い。うん、あの字がこう太い顔なんです0、うん、字とか線がね。うんうん、線が太い顔なんですよ。はい、そうするとどういうことかっていうとどうも。 当時、春、春信っていうか、武田信玄です、春信、うん。あのー、まあ、春信、まあ、信玄、いわゆるね、うん、彼は、あのー、顔をですね。こう、幻覚のところは、優質に書かせてたらしいと。うんうん、で、本人は、こう、中を、こう、塗りつぶすだけと、幻覚のところ。<laughs> 塗り絵じゃないけどね。<laughs> 本当ですか。あの、実際ですね、うん、あの、その、い。<laughs> 信玄。まあ、春信と一体信玄と言ってるから、ここではもう信玄と言っちゃいますけども、信玄の書状のその顔のところなんかね、その輪郭でこう塗りつぶしたとわかんなくなるように、うん、あの、その隅に三河をこう混ぜてるらしいんだよ。それがわかって、うんあの、どうも、だからそういうようなやり方をやってたんじゃないかと。だから、<ー>あの、まあ、輸質がこう書けばですよ、輪郭。書き慣れてるわけだから。あの、 勝頼があとこう塗りつぶしたってわかんないわけですよ。そうやってだから、一時出してたんじゃないかというふうにこう言われているように、今、最近なってきてますよね。<ー>だからですね、うん、こう戦国時代研究でものすごい進むんですよ。武田勝頼、話出ましたけども、うん、武田勝頼って何が有名かというと、ですね長篠の戦いでですねこう三男打ちで負けた人っていうのが、鉄砲のこう三男打ちで,で、すね負けた織田信長に負けた人だって兆、三千0丁の鉄砲をこう投入してですね、 船長ごとこう三三段にこう並べるんですよ、うん、で前の人が打ったらさ、次の人がこう出てきて、また打つと、そうしたら、また打ち終わったら、3段目の人が出てきて,て、うん、それをこう順軍にやるっていうのは、銀番でやるっていうような話なんですけどね、うん、それがだからまあ、それはちょっと怪しいって話になったんですよ、3、うん、段打ちはなくなったと。うん、で、最近どこまでなったかというと、3000丁と話だったじゃないですか。うんうん、それがだから どうも船長だったんじゃないかと言われてるんですね。今ね、三千兆じゃん。それなぜわかるかというと、あの新朝後期ってですね、信長のあの有名な軍記があるんですよ。うんうん、それがだから信織織田信長の我々がよく知ってるような、うん、あの話の大体えっ、ー、とネタ本みたいな感じの資料。それしかないんですよね。うんうん、あの信長の一生をこう書きあわしたようなあのー。 かつなおかつうん、うん、それで信頼ができる資料って言ったらそれしかないんだよ、太田球一っていう人が書いたね、うん、それによると、まあ、まあ3000兆っ書いてある本もあるんだけど、うん、あの写本、まあ、当時あのコピー機がないから写本でこう写すんだけど、はいはい、あの写本って言っても、ですねやっぱりその元に近ければ近いほど、やっぱり正確なわけじゃないですか、うんうん、書き間違い、こうね、はいうん、増えていくわけだから。だからその 写本のいいやつを見ると、千って書いた脇にですね、ちっちゃく三って書いたんだよ。だから、<ー>おそらく、あのそのそ軍基者が江戸時代に三千丁でが三段打ちやったっていうのは、はい、記述を読んだ後に、誰かが三ってこう書き倒したんじゃないかって言うんで、千、うん、長説がこう出てきたんですよね。 三段打ちがないでまあ、鉄砲で撃ったことは確かだけど、ドン、うん、三段打ちでその織田信長流しの戦いで、うん、革新的な鉄砲の打ち方のやり方で勝った、うん、しかもあの武田軍はこう騎馬隊をこう引いて、うん、で武あ織田家は鉄砲だから、うんうん、あの新旧の戦術対決じゃないですか、うんうん、だからそこでですねあの戦術的な革命があったと、と軍事革命って言うんだけど、あの本当にそれ流行ってですね。うん どこまで流行ったかっていうと、ジェフリー・パーカーって言ってですね、イギリスの有名な歴史家が、あの、長篠合戦の衝撃みたいな感じでですね、あの、長篠で織田信長く軍事革命をやったんだみたいな感じのことを、外国の研究者が、いや、外国の本当、変な研究者なん一流の研究者なんですよ、ジェフリー・パーカーっていう。そういう人が書くぐらい流行った説だったんだけど、どうも最近になって、その軍事革命ないよねって話になってきてですね、あの、ものすごいこう進んでんですよね。へ あの今までね、うん、あの織田信長っていうのは、えー、これもあの中学校とかの教科書でよく出てくるんだけど、平能分量やったから強いっていう話なんですよ、うんうん、あの理由、あの、まあのま織田信長あれだけなんで強かったか、戦いね、うん、それはだから、竹家とかは平の分にやってないで、うん、農民をこう引き連れてやってる、うん、その一方で、織田家の兵隊はもうあのプロの、だからそれで飯食ってる兵隊だから、うん、常にだからあのこう、戦の訓練をやってると。うん つまりあのー、兵隊と軍人とだから農業とかそれがこう分かれていると、うん、兵隊でね、うんうん、だから強いんだみたいな説明だったんだけど、そもそも兵の無理なんてないよって話になったんで、最近、<laughs> どういうことかっていうと、もうこれ、ややこしいんだけど、うんあのー、当時っていうのは、結局、えー、と各武士、武士とか大,大名のもとについて、家臣なんかも、あのーまあ、いわゆるだから、 都会とか城下町じゃなくてですねこの田舎っていうか自分の領地を持ってんでそこであの領地経営するのにまあえっと小作人みたいな当時、芸人とか言いますけどもまあわかりやすく言うと小作人です作人にこ名誉して田畑を耕させるんですで田舎に住んでるわけなんです、田舎に住みつつ農業やってそういうようなところに住みつつ軍事訓練をやってんだよ。 だから、必ずしもその地方のなんか田んぼがたくさんあるところに住んでるからといって、農業やってるわけじゃないっていうのが分かってきて、だから、一時ですね、平の分離の,の基準っていうのは、織田信長はだから、城下町のところに武将を集中、だからあの田舎かこう切り離して、集中させたから軍事訓練をやって、平の分離が成立してるっていうのが一つの基準だったんで、でも、考えてみたらですよ。 あの地方にいて、周りが田んぼであっても、当時ってそんななんか、今と違って、なんか特殊部隊みたいなこのね訓練するわけじゃないわけだから、槍を振るう訓練とかはできるんだよ、だから、あのそのそ城下町集中が平能分離の基準って、こじゃないよねって話になってきて、まあ,まあ言われれば当たり前なんだけど、そういうことがすあのつい最近まで分かんなかったんだよね、つい最近までだから平能分とか、受験のだから必須のキーワードですよ。<laughs> まあ今確かに今でも出てるはずだよ、あのー、キーーワードとしまず、ね、平農分離の,あの話は、まあ、僕的な解釈ですけど、うん、農民の方は、まあ、農繁期で仕事するってことで、一、うん、年中働けない、ただ、平、うん、農分離してる方は、その農家をする時間がないから、一年中働けるだけでただ武力、ただ単純な武力の強さじゃなくて、うん、期間が長くて働けるっていうことの強みじゃないですか。 うん、まあ、それもあるけどね。はい。だから、それなん、まあ、働かない期間、まあ、例えば、戦いに行けない時間がないっていう、うんうん、だから、年から年中戦えるっていう、うん、まあ、強さは弱くても、人数がいっぱいいるっていう風な強みっていう意味では、解釈を今、大学の方はしてるんじゃないですか、ねうん。いや、まあ、でもね、あの、田舎にいるそういう人たちも、結局、あの、戦えるわけなんだよ。はいはい だからよくね、統計取ってみると、うん、ちゃんとね、やっぱり一年中、戦争やってますよね、北条とか武田家も、あよくね、農繁期とか農綿期にこう分けてでやってたんじゃないかっていう話もあったんだよ今て、うんうん、今、舞さんが言ったような話なんだけど、必ずしもそうじゃないみたいなんだよね、だからですね、そこらへんがものすごい今あの、話題になってて、で、えー、つい最近ですね、うん、つい。 先月先々月まあついここ二三ヶ月のうちですよ平井和総さんっていうね歴史学者が平野文にはあったかみたいな本を書いてですねあのそこにだから詳しく書いてますよねそういう話がですねそうなんですよねだからかなりこう変わるんですよね戦国時代っていうのがですね余談なんですけどさっき言ってた武屋は功矢の前の長安って言いますよねあれの娘さんのお婿さんが前の っいうんですよ、その人が豊臣秀次使えるんですけど、舞兵庫って名前になるんですね、僕の祖先なんですよ。へぇそうなんですか、あれでしょ、なんか関ヶ原の合戦で出たっていう、石田光成の3番目の家老なんですけど、実は僕の祖先で、最近ちょっとなんかキャラクターで有名になってるみたいで。そうですか そっか。ま、ちょっとなんか、ゲストなしの割に割と盛り上がってしまったっていうことなんですが。ま、じあでは、ここでですね、ちょっと一曲いきたいなと思うんですが、今日はですね、あの、ゲストが不在ということなので、長男先生が選んでいただいたということで、なんかちょっと長男先生っぽいそうですね。はい。えっと、なんというえっとですね、私が選んだのはサイモンとかアファンクルが私好きなんですけどうボクサー、ザ・ボクサーっていう曲をちょっとお願いしたという感じになります。はい。さあ、それではお聞きください。はい。お願いします。 はい。さあ、それでは今週の一冊のコーナーに行きたいと思います。はい。え今日はゲストがいないので、私の方から、長男先生の本をご紹介しようと思いますおえ新資料による日露戦争陸戦史覆される通説と、え作者は隣にいる長男先生です。おね。自分の本をなんか紹介してもらうと、どうかと思うんだけど。でもこれあれでしょご自宅から持ってきたとかじゃなくて。図書館で図書館で借りたってことですよね。 そうに。へぇすごい。ちゃんとあの、サイン書いて返しとかないと。そう落書きは便所ですもんね。え、これは、ちょっとなんか、見る限り、文字数が、すごいじゃないですか。あかなんか、ざっくり言うと、ざっくり言いますかね、これを。言簡単に言うとですね、私の方が説明します。実はですね、日露戦争っていうのはですね、 ああのまあ、日本の戦争、まあ大体そうなんだけど、うん、古い時代に行けば行くほど資料がないなぜかというと、太平洋戦争終わったときに、はいあの、どうもやっぱり軍事会裁判、あの極東軍事裁判ってやりましたけども、も東京裁判ですね、いわゆるね、あれで戦犯としてこう裁かれるっていうのは、大体情報として入ってたんで、うん、あの資料焼いちゃおう、ね、<ー>あのもう終戦終わって、すぐ焼き始めたから、うん、もう。 これはだから古い時代だとか、こう区別しないで、どんどんこう焼いちゃったんだよ。うんその関係があって、あの、まあ、新しい時代もそうだけど、古い時代行けば行くほど、あの、資料があまり残ってないんですよね。その関係でですね、うん、あの、日露戦争、私やってた研究っていうのはですね、えぇ、ー、谷敏夫っていうですね、熊本にあった第六師団の師団長をやった人がいて、うん、その人が昔陸軍大学校っていうのがあってですね、うんうん、そこでやったですね、あの、講義録が残ってて、うんうん、それがですね、 え戦後にですね昭和41年ぐらいか、うん、40年代ぐらいですよ、あの正しい年代忘れちゃいましたけれども、うんうん、40年代ぐらいに、ですね機密日露戦士っていうタイトルで、はい、このぐらいの厚さなんですよ、活字化したやつですね、その抗議どころですね、それがすごいヒットして、ですねどういうことかっていうと、うん、あの有名な司馬太郎が坂の受けの雲っていう小説、日露戦争のね、はい、秋山兄弟の、書きましたけれども。うん 大体それがネタですよ。あの、有名な乃木将軍があまり、うん、作戦がうまくなかったんじゃないかとかいう話もそれが元なんですよ。うんうん、だからですね、あの、ずっとその、えっ、ー、と、いわゆるだから、大正末から昭和初期にかけて抗議した内容だから、それが。はい、で、昭和40年の本になって、うん、それがずっと日露戦争の陸上戦闘の話に関しては、あの、定番の本だったんですよ。それしかないねもう、極端に言えばね。で、 あのそれにもかかわらず、やっぱり資料というのは新しく出てくるんですよね、公文書は焼かれたけど、個人で持ってた、例えばです、ね、当時のし、えー、と参謀って言って、ですね、はい、あのスタッフですよね、幕僚がいるんだけど、うんうん、その人がこう記録してた日記とかですね、うん、お手紙とかがです、ね、<ー>大量にこう。うんうん なんとかのその機密日常戦士が刊行されて以降、発見されてた、うん、それにもかかわらず、日本というのは、そんな軍事史とかの研究ってすごい低調なんで今でもそうなんだけど、欧米だと軍事史で博士号出るけど、うん、あの日本では博士号は出ないよね、うん、軍事学とか軍事史、博士っていうのはない出ない。うん、そのの関係ももあっってものすごいやっぱりあの 大学の先生になれないと、そんな研究やる人もそんな少ないわけだから、あまり学術的に、ですねあの小説家とか、ですねそういう、なんて言ったらいいのかな、まあ小説家っぽい、あと、自称歴史家っていう人は結構書いてるんだけど、それ程度ですよね、だから、専門にそう実証的にこうやるっていう人がいなかったんですよ。 太平洋戦争あんまり興味ないんで、負けちゃった戦争だから、あんまりもしくないんだよ、人間もね、だから明治の,あの日露戦争とか日清戦争、面白いんですよ、人間も。だからこれがいいと思って、ですねやり始めたらやっぱり資料もあって、あこれはね、あの君中の日露戦争を覆せるぞって話になってですね、書いたんですね、いろいろ書評が出たんですけど、ここにもちょっと、あの元ですね、あのー 私の恩師でもあるんですけど、東大の名誉教授でですね、元軍事士今、軍事士学会ってもあるんですけど、その会長の伊藤隆先生って伊藤隆先生ね、私の恩師で、上司でもあったんだけど、あの、面白い人で、今の天皇陛下にですね、ある日突然、自重から電話がかかってきてですね、あの、何月何日に、あの、陛下がお話をお伺いしたいんで、あの、皇居に来ていただけませんかと言って、 で、伊藤先生実際行ったらしいんだよ。そしたら、陛下とですね、あの、昭和史の話やったらしいんですよ。あの、ま、そういうぐらい有名な、あの、あれです。専門家ね専門家その人が、あの、書評を書いてですね、あの、機密日露戦士の、あの、それをこう、覆す。だから平成版の、ま、あさっき昭和に出たって言いましたけど、平成版の子供は機密日露戦士だっていうことを言われたりとかですね。あと、学会誌あの、 えと軍事史学という雑誌があったりとか、ねうんうん、あの学術雑誌ですね、あのの学校の大学の先生なんかこう学会に所属して活用してますよね、はい、それでやっぱり歴史だと日本歴史か史学雑誌、どっちかに書評を載るっていうのが自分の本を書いてね、ね専門書を書いて載、うん、らないとまあ、あまり大した本じゃないっていう話なんだけど載ってていただいて。 えっとまあ防衛省の管轄の研究所の研究官書いていただいたんですけどうん、うん、その人なんかはえー、っとあれですよねもう、えー、っと画期的な本だっていう書評をいただいてその人に呼んでいただいて今年の1月だったかな1月に防衛省で私、講演しましたね<ー>これに沿った話をやったというようなそんな感じですねあのー、ありがたいことに。あのーうん 1> こんな1万2000もする本なんだけど、実はですねこれいろいろあって、うん、あの専門書ってこういう学術,学術書ですね、ちょっと滑舌悪いですけどもね、あの、えー、大体200部が、あの、うん、大体そうはなあの、うん、なぜかっていうと、大学の図書館とか、そういうところがここが買うわけですよ、うん、学術、うん、あの書っていうのはね、はい、個人で買わないと、うん、だから200、大体するのが普通なんだけど、 三倍吸ってくれたんですよね。六百だったかな、七百だったちょっと忘れたけど、その回吸っていただいてですね、もうほぼ完売まで行ってるんでですね、結構一般の人もこう読んでいただいてですね、ありがたいことにですね、そういう本です。はい。こんなにこう活字が多かったら、ちょっとなんか若干一万二千でも安い感じがお値打ち高くなような気がしてきますよね。そ年って言ってましたよね。う五年五年。かかって、五年かかって書いた。ああ、やっぱりそうですよね。そうですね。 あさっき話に出た乃木将軍の話なんかもこれで、はいろいろ書いてですね、乃、うん、木将軍はやっぱり、無能じゃないって話になるんですけど、うんうん、それをだから、あの当時の、の第三軍の司令官をやってた乃 <laughs> 木将軍、その人のだから、参謀副長って言って、参謀長っていうのがから、参謀の中で一番いないんだよ、その次の席にいる参謀って参謀副長っていう、その人の日記と、あと参謀の日記が出てきたんですよね、えー、それをもとにですね、こう書いたっていう話でですね。 で、あの、面白いことにですね、うん、その、まあ、これとは別に、その、資料集、人の、今話した資料だけ集めた、第三軍、日露戦争第三軍関係資料集っていうのを私出してるんだけど、うんうん、それをもとにですね、あの、種本にして書いた人もいますよ、本のあの、えっ、ー、とね、神戸の方の医師、はい、医者 だった医者さんのドクターのほうですよね、うんうん、お医者さんやってる人がですね、あ,のー、ある日私のところにこう手紙が来てですね、はい、先生の本をこう、あのーまあ、引用してこう書きたいっていうあれがいて、うん、どうぞっていういで書いて、<laughs> あのー、まあ結構、なんかアマゾンでもレビューは10件近くその本に入ってますか、はい、だから本部に入ってますよね。あのこの班のこ あれっていう話っていうのは長男正義日露戦争第三軍関係修行中のあれを使用して書かせていただきましたっていうような感じで書いてますけども一応ですね前さんが私のことを知ったのを私がテレビに出たのを見てて乃木将軍の番組1時間番組やったんですよで私がですね大体10分ぐらいテレビの収録自体はですね専門のスタジオで。 2時間か3時間ぐらいこう収録してたんで、私一人がですよ、目前の前にそのテレビ局の人がいて、いろいろ聞いて、それを編集して10分ぐらい私はテレビ結局1時間番組に出てたんですけど、それを見て、でですすねそうなんですあもうコンタクトを取って、うん。一応ですね、だから、旅順攻撃とかですね、第3軍がやったですね、日露戦争の旅順とかですね。 あの、乃木将軍とか、そこら辺の話だと、一応、私が日本では、一番知ってるということに、一応、学会ではなってるという話なんだけど、手前味噌だけど。へぇー。で、まあ、近代史だと、諸南先生だということで、うちの方から、はい、出しました。そうなんですね。それは2年前です2年前でしたかね。うん。この雑誌が始まった頃なんですね。なんですか。 そんな出会いだったんです聞いたことなかった近代史を書く人がいなくてだいぶ探したんですけどたまたま見てたテレビであ、そうですか <laughs> へえ<ー>。っていうのがまあ出会いのあれです <laughs> まさかのエピソードですけどうんへえ、そっかそっかそして2年間 2> そうですね。はい、あの連載をはい。 して、西南戦争ですね、今はですね。そうですね。あの、実はその番組の最初にですね、その忘却の日本史の話を一切してないんですよ。いいですか、どんな。本かあの、もう、出て、今日も。省かせていただいて。でも、おく時間もなかったので、遅刻もするし。まあ、でも、間に合ってよかったです。ねもう、まさかの大渋滞で。もう申し訳ない。 い <laughs> いやいや,いやそして、まあ、あのこの本のご紹介いただいたということで、はいはい、ちょうどいい時間帯になってきたんですがエンディングの曲こちらをちょっと。 前さんからご紹介いただいて。いえっとですね、今日は私の方から選びさせていただきまして、ゆずの栄光の架け橋。これなんでこの曲ですか。あの、私ですね、実はミニバスケットボールクラブの監督もしてました。子供たちが結構この歌が好きで、やっぱこう。はい、オリンピックかなんか。オリンピックの曲なんですけど。やっぱこの歌聞くと、なんかこう、最後の卒部式の。子供たち六年生になって、卒部する時に、こうよく流す曲なんですけど。やっぱもうボロボロ泣いてですね。 やっぱり思い出が強いようまあでも結構あの年代が幅広いですも、ねねはい、ちょうど、はい 2>, えっと、2日前だったかなこのちょうどあのこのクリスマスマーケットの司会をねはい、はい、やってるんですけど、うん、この14日の日の火曜日に点灯式でゆずが来たんですよ。うんうんへ もう博多駅に1万2千人の人が集まりまして、<ー>もうね、すーごかったんですよ、うん、で、あの2曲歌っていただいて、はいはい、そうなんで、ね、なんで、すよ、えー、であの外に向かって歌っていただいたので、もう博多駅とあと道挟んで、向こう側も全部警察が、<ー>で、あの立ち止まらないでくださいって言われてるから、立ち止まれないんですよ、えー、みんな。歩かないといけないし、もう見てる人はもうぎゅうぎゅうで、えー、でもね、改めてすごい人気があるんだなーっていうことを感じましたね。うん そんなタイムリーな話だったんですね、はい <laughs>。そうなんですよ。よもう来たばっかりで、<laughs> も二日ぐらい前に見たばっかりなんで、<laughs> はい、まあちょっと今話題のいはいはいニュ、はい、ースをいはい、はい、皆さんと一緒に聞きたいと思います。はいはい、それではどうぞ。 さあそれではちょっと待ちはい。かね。今月のですね11月25日にですけど、まあやっとあの今私たちが編集しているあの幕末維新の別冊を今ちゃちょうど制作しまして、それがやっと今度は出ます。はい。それとあの12号通常号なんですけど、それ一緒にはい同時発売ということですので書店の方に皆さんよろしくお願いいたします。もう今もう追い込みでですね。はい。最前線ですね。最前になってるね。はい。 きょうの中国総会議状況になるという話なんですよね。ちょうど来年の大河ドラマが西郷さんなんで、別冊の方では、幕末維新と薩摩ということで、すね薩摩と西郷さんで西郷さん西郷隆盛さんをメインですね。だから、小倉藩とか大村藩とか、そういう九州の藩を紹介して、雑誌の内容になると思います。私く 毎社長からは <laughs>、はい、まだ全貌を聞かない。<laughs> <laughs> はいじゃあちょっと書店にね、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います。はいはい、さあ、それでは本日、まあ、ゲストはね、不在でしたけど、はい、3人で初めてのラジオでした。はいはい、はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。貴重な歴史遺産の数々を守り、保存し、次世代につなげていこうという取り組み。 そして、忘却の日本史を皆さんに知っていただきたいという趣旨のもと、この番組はスタートしました。毎回その道に詳しいゲストをお迎えし、歴史が好きな方から、私のように歴史に詳しくない人までが楽しめる内容にてお送りする1時間番組です。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、まずはメンバー紹介なんですが、えー、私、 メインパーソナリティのキラマキコと、忘客の日本史の前秀和編集長、そして軍事史研究家の長男正義先生の3名でお届けします。